さて、これからどうしたものかな。どうした？お目覚めになられたようで何よりです、我が君。ああ。無事に魔王へとなられましたこと、心よりお祝い申し上げます。誰だっけ、お前。これはご冗談を。悪魔である私が心にダメージを受けました。ずいぶん好意の悪魔っぽいが、こんなやつ知らないけど。この者は主がファルムスの兵士どもを餌に召喚なされた悪魔です。ああそうか、まだいたんだ。また聞いたよ、いろいろと手伝ってもらったって。助かったよ。いいえ、とんでもございません。つきましては、長々と引き止めてしまって悪かったね。もう帰っていいよ。帰って。うん。あれ、どうしたの。そんなことをおっしゃらずに。先だってお願いしておりました通り、配下の末席に加えていただきたいのです。配下になりたいって。こいつどう見てもグレーターデーモンとかそんなチャチな存在じゃなくて、もっと上位の存在だよな。ならんが、こいつって本当に俺が召喚したやつなの。間違いございません。そうか、じゃあもう報酬とかないけどいいのか。お使いできるだけで幸福です。うわー、お花だ、きれい。よし、わかった。おお、感謝いたします、我が君。我が君はやめろ、なんかむずがゆい。リムルでいい、リムルで。リムル、甘美な響きです。それでは今後はリムル様と。で、お前の名は。私など名もない悪魔で十分でございます。名前はないのか。じゃあ報酬代わりに名前をつけてやろう。なんと、それは最大のご褒美でございます。今日ずっと元気だったよ。よかった。それにとっても幸せだった。そうだな、悪魔だから悪魔っぽい名前がいいな。あ、お前の名前はディアブロだ。ディアブロ、もろに悪魔って意味だけど、そんな名前のスーパーカーもあったし問題なかろう。え、その名前にふさわしく俺の役に立ってくれ。お、こりゃとんでもない化け物に進化しそうだ。おお、強そうだな。ディアブロ、それが私の名。感激で胸がいっぱいですよ、リムル様。今日この日より誠心誠意お仕えさせていただきます。うん、頼むぞ。しかし問題解決の道筋が見えてきたな。よし、なんとかなりそうだ。おお、何か明暗がひらめきましたか。俺は名実ともに魔王になることにした。さすがはリムル様。このディアブロ、永遠なる忠誠をあなた様に。うん、忠誠というならばこのランガも我が主の忠実なしもべです。わかったわかった。